お主、褒めてる場合ではないぞ。必ずや聖武天皇が納得し、民が豊かになる法律を作ってみせます。良気よ、よく来てくれたな。何度咎められようと、私が仏教の布教をやめることはありませんよ。仏教に取り憑かれておるな。農民や有力な豪族たちに協力してもらうにはどうすればいいのだろうか。思っていたよりも難しい問題ですね。民は一日一日を生きるのに必死で、大仏様を作っている余裕はありませんからね。正直、大仏を作ったからといって必ず豊作になるとは限らんしな。そうですね。これは諸江様と真備様、こんなところで奇遇ですね。これは中麻呂殿、お久しぶりでございます。お父上の無知麻呂様には生前大変お世話になりました。聞きましたよ、聖武天皇が大仏様を作るつもりだと。さすが無知麻呂様のご子息、耳が早い。光明皇后から聞きました。なるほど、知ってしまったからには私も何かお手伝いをと思ったのですが、優秀なお二人についていけそうにありませんのでやめておきます。それは言い過ぎでございます。今もいつまでたってもいい案が思いつかなくて困っておりました。もし何か妙案が浮かんでいたら助言をいただきたい。あいにく何も思いつきませぬ。申し訳ない。いえいえ、では失礼いたします。何か思いついてますね。あれは藤原氏は意地の悪いものが多くて困るの。今も偶然ではなく様子を見に来たのであろう。間違いないでしょうね。この頃僧侶が一般民衆に仏教を布教することは政府により禁じられていました。しかし行基という僧はそれを破り、布教とともに橋や用水施設の建設なども行い、民衆から高い支持を得ていました。良気よ、よく来てくれたな。何度咎められようと、私が仏教の布教をやめることはありませんよ。今日呼んだのはそんな話をするためではない。ではどんなご用件ですかな。今度聖武天皇が大仏造立の御事の御お出しになる。しかし大仏様をお作りするには民の協力が不可欠。そこで民からの信頼が厚いお主の力をお借りしたいと思ったのだ。なるほど、仏教が広まることは私にとっても得なこと。いいでしょう。よく言ってくれた行基よ、よろしく頼む。承知いたしました。そうは最新文化を身につけた知識人であったことから強い影響力を持っていました。やがて僧と政治は深く結びついていきます。諸江様、行基のやつが動き出しました。なるほど、仲間ろも考えたものよ。民から支持をされている行基を利用したというわけか。こちらも早急に何か手を打たないといけませんね。しかし土地の問題を解決するいい方法が思いつかないことには話が進まぬ。いっそのこと土地の所有を認めてしまったらどうです。自分で開墾した土地を永遠に自分のものにできれば民も喜ぶでしょう。しかしそれでは高知公民の概念が崩壊してしまう恐れがあります。うまくいってないんだから崩壊してもいいだろう。まだ三世一審の方の結果が出ておりませんよ。あんな法律うまくいくわけがないだろう。三代目で土地を返すしかないんだから、普通に考えて三代目の奴らが逃げるだろう。それは確かにそうかもしれませんが、私有を認めるしかないのかもな。もう時間もない。土地の私有を認める代わりに労力を提供してもらおう。マキビ、今回は俺の勝ちだな。政治は勝ち負けではないと何回言ったらわかるのですか。相変わらずつまらん男だ。
お主ら、揉めてる場合ではないぞ。急に法律の詳細を決めなければ、期限までに間に合わなくなる。私にお任せください。良いな、玄母。俺の勝ちは変わらんぞ。もうそれで良い。任せたぞ、マキビオ。必ずや、聖武天皇が納得し、民が豊かになる法律を作ってみせます。743年、自分で開墾した土地の無期限所有を認める法律が成立します。それを墾田永年私財法と言います。これにより民は土地を国に返す必要がなくなりました。この法律では身分によって所有面積に違いがあり、一番下の身分で10丁部ほど、一番上の位になると50倍の500丁部の開墾を認められていました。ちなみに1丁部は約1万平方メートルになります。諸栄よ、墾田永年私財法の成立大義であった。高知公民を崩す、そんな思い切ったことができるのはお主ぐらいであろう。急ごしらえのため、それを含めて少し様子を見る必要があるかとは思います。お主らが作ったのであれば問題ない。行基の方も順調だと仲間ろから聞いた。これで近いうちに大仏造流の御事なりを出せる。急に準備しなくては。仏教に取り憑かれておるな。聖武天皇は何と？大仏様のことで頭がいっぱいのご様子。明日にでも作り出してしまう勢いよ。少し気がかりなことがあるだけに、この法律は慎重に進めた方がいいんですが。今は何を言っても無駄であろう。そうですね。己もろえ一派め、余計なことをしよって。これでは手柄の独り占めができぬではないか、畜生が。墾田永年私財法は開墾の促進と税収の確保に一定の効果があった反面、貧富の差を生んでしまうことにもなりました。有力者は人を雇い、多くの土地を開墾して自分のものにしました。こうした高知公民の枠から外れた私有地のことを荘園と言います。逆に余裕のない者は自分の土地を手放し、雇われ人となって貧困に苦しみました。これにより朝廷の目指した高知公民と藩田収受が崩れていくことになります。さて、次回の百科両覧歴史伝は、墾田永年私財法の5ヶ月後に出された大仏造流の御事の理にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。